こんにちは。ハーバード心理学25日目やってまいりました。1月もね、最後の1週間ですんで、張り切って最後までやりきっていきましょう。ということで、25日目のテーマなんですけれども、バンということで、子を育てるっていうことでですね、こんな感じなんですよね、今日はね。はい、突然ですが、実は私ウルホスですね、来月パパになる予定なんですね。うん、ようやくね、第一子誕生というところで、もうワクワクしているところに、まあ、今回のテーマっていうのは、これからのこと、僕自身にとって欠かせないテーマなんですよね。もうやばいっすよね、テンション上がりますよね。って、お前がテンション上がってどないすんねんっていうね、ナイスツッコミありがとうございます。言うててもなしいな。誰かツッコんでよね。はい。で、子供をお持ちの方っていうのはもちろんなんですけども、まあ、そうでない方の場合は、子供を持ったっていうふうに想定をするか、もしくは、まあ、例えばですけど、部下とか後輩がいるということを想定してご覧いただけたらなと思います。一緒に考えていきましょう。でですね、親の経験っていうものが今回、まず入り口になっていくんですけど、まあ、よくね、自分が辛い経験をしたことがある親によくあることなんですけれども、まあね、自分の人生のリベンジとか、まあ、できなかった消化不良だったこととかっていうのを子供で晴らそうとしてしまうっていうケースって結構あるんですよね。で、これっていうのは自分の子供にはより良い人生を送ってほしいと。だから、お父さんはプロ野球選手になれたかったけどなれへんかったから、息子にはそうなってほしいとか、娘ちゃんにはもっともっといい旦那さんを捕まえてほしいとかね。確かにより良い人生を自分が失敗した分送ってほしいっていう願いはあるんですけど、しんどい思いはしてほしくないし、で、その根底っていうのは愛情から来るものであることは間違いないんですけど、ところがこうした願いっていうのは残念ながら思わぬ落とし穴があるんですよね。で、困難から子供を守ることっていうのは一体どういうことかっていうと、確かに短期間であれば子供たちも気持ちいいっていう風に感じるんですよね。うん、ちょっとした難しい問題とかっていうのを代わりにお父さんお母さんが解いてあげるとかね、喧嘩をしたら相手の子供に対して親が注意するとか、その自分の子供のことをなんかね、喧嘩で殴ってきたからって言って、何々ちゃん、私の子供ちゃんを殴ったらダメでしょみたいなこと言ったらね、それは確かに守ってくれたっていう風になって、短期間で見れば子供の気持ちって感じるかもしれないですけど、その一方で長い目で見た時に、まあ要は子供が独立する頃にはっていうことを考えると、まあ、残念ながらですね、子供自身の自信っていうものは身につかないし、まあ、失敗に対応する力もつかないし、で、何のために生きていくのかなっていう人生の目的も見つけにくくなっちゃうし、で、人間関係を作ったりとか大切にする機会っていうのもないか少なくなっちゃうんですよね。だから本来自分自身で身につけていくべきものっていうものを親が奪ってしまっている可能性があるんですよね。だから過保護だとか門平だって言葉が出てきたりするんですけど、門平に育てられたりとか過保護に育てられた子供が甘々になっているっていうのはこういうケースなんですよ。よくある例え話なんですけど、まあ、例えば皆さんどっちのタイプですかっていうことなんですが、はい、ここまでちょっとね、切ってお見せしたいと思うんですけど、上で苦しんでいる人があなたの目の前にいますと。で、あなたは次のうちどちらの方法を取りますかということで、1番、魚を釣ってきてあげて、これ食べなよって与えてあげる。それから2番、魚の釣り方を教えてあげると、うん、釣り方を教えてあげるけど、釣り竿を買うのは自分自身だし、魚を釣って調理したりとかするのも自分やでっていうことをすると、どっちを皆さんだと取りますか？まあいいかということで、こんな感じなんですよね。多くの親っていうのは知らず知らずのうちに、いや、この例を見せたらそれは2番でしょって言うんですけど、1を選択してるんですけど、自分の子供に対しては。で、別にその1が悪いわけではないんですけど、実はそれをやりすぎてしまうと子供も親もお互いの依存心を高めてしまうっていうことなので、結果的に親がいないと何もできない子供が出来上がってしまうという注意点がありますよっていうことなんですね。はい。なので皆さん自身に今日の問いかけなんですけれども、こんな感じです。あなたに子供がいるかどうかっていうのにはかかわらず考えてみてほしいんですけど、自分の子供やあるいは大切に思っている人に対してできる限り楽な人生を与えたいって思いますか？で、何でも手にすることができたとしたら、まあ、子供やその人が贅沢を味わうために、あなた自身がどんな代償を払わなくちゃいけないですか？お金とか時間とか人間関係とか労力とかね、いろんなことあると思うんですけど、どんな代償を払うんだったらその人のために一生懸命尽くそうと思えるかっていうことなんですけどね、
そこまでやれるかって話なんですよ。なので今日に関してはここなんですよね。ポイントとしては手を出さないっていうことが大事ですってことなんですよ。自分の子供とかあなたの大切な人との関わり方について考えてみましょうということです。はい、その人の人生にあなた自身が入り込むことによってその人がね人生や出来事を楽にできたっていう場面を浮かべてみましょうと。でその出来事に介入した場合と介入しなかった場合とを想像してみて、その結果実はどっちの方がその人のためになりそうなのかっていうのを考えてみてほしいんですね。でこれちょっとイメージがつきにくいと思いますんで、島田紳助さんですね、もうテレビからいなくなって10年くらいですかねになるんですけど、島田紳助さんの子育ての例をちょっと挙げて、娘さんがですねとある CD を欲しいって言い出したんですよ。ミスターチルドレンの CD だったらしいんですけどね、3000円くらいらしいんですけど、紳助さんはですね娘さんが買ってって言ってきたそうなんですが、お前がなよその姉ちゃんやったらなんぼでもこうたるわと、でもなお前愛する娘やから買われへんねんって言ったんですね。そしたら娘さんは毎日例えば昼食代を節約したりとか、バイトをして、で数ヶ月後に自分で貯めたお金を使ってそのミスターチルドレンの CD を買ったんですよね。そしたら部屋をちょろっと覗いたら薄そうに部屋ではしゃぎ回ってたらしいんですよね。で確かにしんすけさんが CD を買い与えることっていうのは、もうあの人も何億っていう財を手に入れた人ですから、それこそ何百枚何千枚何万枚って娘さんに買い与えることっていうのは可能なんですけど、でも CD を買い与えることによってそれね喜ぶのって結局娘さんじゃなくて、その喜んでる姿を見ているしんすけさん自身になっちゃうんですよ。だから自分で欲しいものを手に入れるための苦労をすることで手に入れた時の喜びを倍増するっていう経験をしてほしいから、娘にあえて CD を買い与えずに自分で買う努力をなんとかせっていうことを試練として与えたっていうことなんですよね。こういうことです。だから子供が欲しい欲しいって言ってるものを簡単に買い与えてる親いませんかっていうことなんですよね。で子供に身につけさせるべき能力っていうところなんですけど、僕もね第一子誕生する直前でお前子育てしたのに偉そうにって言われたらもうそれまでなんですけど、皆さんの立場だったら僕も同じこと思いますからね。一旦それは自分のこと棚上げして、自分でですね困難に挑戦する力っていうのが結局必要なんですよ。でそれは見放すとか手放すっていうことじゃなくて、ところが解決まで親が手を出してしまうと結果的に依存心が高まっちゃうんで注意しましょうということです。でヒントっていうのは与えるんだけど、答えを出すのは子供自身にさせてあげようということです。で親としてはなかなかうまくできないとか早く答えを出さないということにむずがよさっていうのを感じるかもしれないんですけど、信じて子供を見守る強さっていうのを親自身が身につけましょうということです。で僕も間違いなくいろんな人に、妻をはじめですね職場の人とかにも絶対ブルーホースはもう親バカになるわっていうことをもうお墨付きでいろいろ言われてるんですけど、皆さんにこう言った以上は僕自身も介入しすぎないように注意したいと思います。気をつけます。はい、ということでですね、今日の最後になんですが、はい、皆さんの温かい親心っていうのをぜひ僕にもねください。チャンネル登録ボタンとグッドボタン、それが親心です。よろしくお願いします。ということで本日の動画は以上となります。次回も動画でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。